斎藤氏によりますと、算定を誤っていたのは2013年11月から一昨年し7月までの水道と下水道の料金です。このうち、課題に請求していたのは水道と下水道合わせて4021件で、金額は363万円余り。また、過少請求していたのは926件で、金額は 5万6000円余りとなっています原因について市では料金システムを更新する際の確認不足としていて過大請求については全額返済する方針で過少請求については追加徴収しないとしています。